お、ラッキー。研磨術もあるけど体験だからあんまいらないですね。いやー、爆弾食べさせられるかな、そもそも。フィールド狭いっすよ、カップさん。マジでなんでこのクエストを闘技場でしたのかすごい気になるんですけど。砂原が良かったっす。はい、というわけで、今回は、規格外の大口アプルポッカ1頭の狩猟ということで、闘技場ですね。あの、このハプルがでかいクエストってサードで登場したんですけど、その時あのメタギアとコラボであのスネークのね装備が作れて、スネークがハンターがスネークになるっていう、そう、面白い設定で、あの BGM もねあのメタギアで楽しかったんですけど、今回はねあの場所も砂原じゃなくて陸の闘技場で、 BGM も普通でスネークの装備が作れなかったですね。確かあれ何が作れたんだったっけな、覚えてね、覚えてないこと多すぎ俺。というわけで行きまーす。あ、じゃなくて今回は体験です。集中混合と抜刀と切れ字。前回あのこのクエストシルバーが行く時代に行ったことがあるんですけど、その時あのタチでね行ってたんで、今回は体験で行ってみようということで、あのタチ使ってくださいというリクエストも来てて、あのやっていきますよ、そのうち、もちろん。というわけで捕獲したいんですよね。なんでかっていうと、でかいから、まず最初はしびれやる。でかいから、この死んじゃうとね、裏返るんですよね、こいつ。そうするとね、顔が見れないのがちょっと残念だなと思って。でかーい本当にでかい。前回このクエストやったの、いつだろう。ひょっとしたら動画以来かも。動画でやったシルバーが行く時代以来かもしれないですね。やっぱり、このサイズは外さないよね、お前ら。いや、このサイズ外したらね、マジキチガイだよ。さあ、どう来る？ブレス？噛みつき？なんか怒ってる。とりあえず転ばしたいけど、こいつの手って、わからない攻撃の仕方が。そして、椅子に地味にフィットした座り方ができてない今回ちょっと辛い体勢でやってる、僕でございまーす。避けますよ、そんなの。さあ、真下からドンと出てくる？俺じゃなかった。カヤンバ、素晴らしい。さすがその防御力。当ててよー、ちょっとこれ体験できたのミスだったかって思い始めた。何しろ対象がでかいから、移動が早いな。どこどこ？あっち？さあ、これはブレスでしょ。ブレスチャンスだよ。手ぶっ壊す。1、2、3、ドン。ヒッホー！いやー、今日ためこれ間に合うか。1、2、3の間に合い、間に合わなかったなんてことにちょうか。いやーこれ、いや、しまってやるべきだったかな、体験。いやまあでもね、経験できたからいいよ。経験がないと分からないことだらけ。どっから来るか分かんない。いやーなんでちゃちゃ砲外れる、こんなやつ相手に外します。うわでっかい。いや、今俺一生懸命走ってたから大丈夫かなと思って緊急回避しなかったけど。お前半分とかマジか。アルバトリオン並みの。そして俺のこの攻撃何？攻撃しろよ、俺もっと。ヒタンの上でいくか。いや、何してんの俺。いや、爆弾食べさせたいけど出てこないんですよね、うまいこと。真下から、ちょ、これまた食らうよね、怖っ。怖い、この体力やばいですよ。持ってきてないもん俺、粉塵とか持ってくればよかったかな。この時手当てていってあれするしかないですよね。あ、ブレスでしょ、短いブレス。手攻撃した、転びなさい。一応ね、あの V 破壊してるっぽいんですけど、こけるよね、もう一回攻撃したらこけますよね、やっぱり。痛ーい俺狙い、いい子エース、逃げなさーい。いや、やれチャチャ砲、いけ。これは当てる術はないが、当てる術はじゃなくて外す術はないが。123、早く早く早く、やべえ、いって水だ。いや、手にこれ当てるの遅かったか。やばかったや、山つかみみたいになったけど。いや、切れてないだけね、ありがたいんですよね。ダメージが低かった。すごかったわ、今。
いや、ほんとね、攻撃がね、思うように当たらない。一応当たらないっていうか、でかいことは分かってたから、一発一発大切にしていこう計算で体験できたんですけど、そう、そんな理由で体験なんですけど、当たらない。そんな体験でも、ああ当たらない、これは武器しまって逃げる。そしてこれ右に逃げながら、右に逃げながら、左に逃げて撃たれます。左に逃げる距離が足りなかった。え、何その効果、え、知らないよ。え、ブレス終わって大回転なんてあったっけ。トライ G、 これ噛みつきくるっしょ。よーし、これあんまり嬉しくねえ、当たる絶対。食べた、食べてよ。何今の我が輩の全く意味をなさなかった犠牲。もう一回来い、もう一回来い、もう一回来い。いやー、これでかい鼻攻撃取り出したいですね、こいつを。え、武器出しじゃないよ、ハンターちゃん。何してんのかな、わかる、それ食べて。さあ、あっちにあったぞ。逃げなさい、逃げなさい。なんで下から出てくる、遅かったかな、うまく喋れてないけど。潜ってそこに出てきて、お願いします、お願いだから。本当に死ぬって俺この体力。そして鬼面族な、回復ないから。うわ、俺あとイニシエ行くしかねえ。なんで爆発しない、ドン来てよ、ドン来てくださいな。意味わからん。さあ行け、チャチャホやばい、今回の動画俺ほとんど攻撃してない。え、今爆発、謎すぎ、何それ。というわけで、する釣ったらね、攻撃めっちゃできていいんですけど、そうですね、こんぐらいしか唯一あれがないですよね、落ち着いてくれてる時が。もうどうなってるかわからん。すごいことになってますよ今。こう押しつぶされてる、もうお前圧死してるって、それどうなってんの。っていうか、さっきこいつがブレス終わってから大回転来たの初めて見たんですけど、そんな攻撃ありましたっけ。パン屋さん、ブーメラン届いてないっす、全然全然届いてないっす。おら、ああ、鼻攻撃飛び出しやがれってんだ、クソ野郎。うら、逃げろ、でけえ、いや、食うか、奥来い、奥来い、もうこれ逃げられてんだったらどうせガード、どうせガード食ったっしょ。2個まではタルジーでいけるんです。よっしゃ、逃げなさい、イエーイ。これ毎回爆弾で出てきてくれるわけじゃなくて、1個目はオータル爆弾1個でいいんですけど、2個目からオータル爆弾2個か、タルジー1個。もちろん1回目はタルジーでいけますけど、そう、そんな感じで爆弾をね、食べさせなきゃいけない数が増えるんですね。そう。だから毎回できるわけでもないんですよ。あと1回いけますね、多分。3回目はタルジー2個食わせりゃよくて、火薬術つけてきたんで、飛びすぎでサンタさん、やばいですよ、拾いなさい、それ。いい、やばかったか、やばかったか、やばかったか、ガードス。ギリガード間に合った。え、何それ、ダブル判定なんて聞いてねえす、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 聞いてねえす。いや、戻れ戻れ、ほよーく、よっしゃ、危ねえ。すげえ、今 BGM 移動中結構残ってましたよね。よかった。あ、懐かしい、このアイテムボックスの音、これ和みますよね、一気に和んだ俺。いやー、でかいから緊急回避通用しないね、マジ半端なかった。生命の大粉塵とかいいね。カヤンさん、何してんの。うわ、回復した、あいつ何、戻ってきやがれてんだよ。なんかね、うちのね、カヤンバはすごい突撃隊で半端じゃないんですよね、そのモンスターぶちのめしたい、あれが、意欲が。あ、ヒロ来てる、ヒロ来てる、おら行くぜ。おい、気づくのが遅い、鈍感さ。このエラーが弱点の時だけ出て、ここ弱点になる、弱点の時だけじゃなくて、疲労中にだけこのあれが出るんですけど、ものすごくチャンスで、ごめん、ごめんなさーい、全然役に立たなかった。チャチャホ難しいですね、潜っちゃうから。左手がそろそろコケ値溜まってるはずなんですけど、ガブリ来ましたね君。左手がね、もうちょっとでこけてくれるはずなんですよね。
ほら、太刀の方が良かったかなって今思い始めてるんですけど、前回このクエスト行った時ってチャチャたちいたかなって、まあ、覚えてないんですけど、でも多分いましたよね。拾うあとこれチャンスですね。体験だと一撃があのすごくでかいから割とダメージは入ってるんじゃないかなっていう希望が。いいねいいね、今ぐらい攻撃できるといい。ここゴリ押す、ゴリ押してガードのつもり、早くして。なんでそっち吹っ飛んだ、ありがたいけど。戻り玉という必殺技がねっす。僕はもうないのね。逃げる、回復、さあ撃て、今なら当たるっしょ。これギリギリでね回避したんす俺。よっしゃー、あぶね。さあこれ、こいつね、あの怒ると鼻が大きくなって内村みたいになるんですけど、内村、あのあれね、ライフの方に出てる、そう内村状態になるんですけど、え、撃てよ、ねえ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 、かわいい。そう、あの鼻を攻撃するとあの引っ張り出すことができるんですよね。だからチャンスなんですけど、振り向いてくれる、振り向け、1、2、3、これ絶対飛び出てくる、イエーよし、いいね内村の鼻。もうね、内村さんに見られたらぶっ殺されますけど。でもね、あの Google でやると内村ってやると鼻とか出てきたりしてね、あ、やっぱりでかいと思ってる人多いんだなんて思って。おら、チャチャ砲当たるっしょ、これ当たらないわけないっすね。そしてこのパジャマみたいな模様いいですね、結構当たりますね。やっぱり引っ張り出せるとチャンスですね。そしてナイスヒット、潜ったか、潜るとどうしたらいいんだろうな、怖いんだよな飛び出しが。一応冷静に逃げる。で今怒ってるかな、いや火怒りか、今怒りましたねこれで。さあそろそろお前の体力も厳しいんじゃない、ネピ、そうだねネピ。よしよしいいぞ。さあしびれ調合、何してる何してる何してる俺何してる、うわーうわー、もう L ボタンの使い方ミスったっす。いや行ったこれ、いや戻りてーけど死ぬかこれ、死んだかも。音幕で出しゃいいけど今からじゃ遅いよね、音幕で出すしかないけど、こう立て続けに来ると無理で。3回目ドン、3回目ドンだからドンじゃなかった、そっちだった。そして、かやまのあの防御力でグゼーす。よろしくお願い。やべやべやべ。出てくるかと思った。いやー、死んだか、これ。この1分間おかしい。体力、ちまちま、回復。いや、こんな食らうと思わなかった。そして、チャーちゃんの、あの、滅亡状態。終わったんなかった。なんでですか、神様。神様が地味に味方してくれたのかな。よっしゃ。逃げろ。これほんとやばいですよね、おかしいと思うよこの。さあ今度こそ絶対に成功させる、手攻撃して、攻撃しているんだけどなんでこけない、手のこけ値半端なくない、その位置にいて当たっちゃう、厳しいっす、うわでかいです、これ逃げれる気しないですけど、いや距離縮めてると今みたいに脇抜けられますけど、こう分かると抜けた、やったね。そして攻撃したいのは手なんですね。あーでも鼻いくか、内村の鼻来なかった。いやー逃げるぞ逃げる、まだ負けるわけにはいかない、その通りその通り。あーでも鬼面族でもあれ5分の1 6分の1ぐらい減りますね。あ火怒りだ、今遅かった、出てくんの、こけなーこけなーい、こけて手でかいけど当たらない。しかもあのサードの頃はこいつのあのなんか手のところにしびれを仕掛けると無限にかかってるんですけど、まあ無限じゃないですけどものすごい長い時間かかってて、あんな方から出てきた。さあこれチャンスだぞ、今度こそこけさせたい、コケからのあれがわからない。あははは、スタミナがなかったでございます。なんちゅうことなんでしょうか。厳しいな、こいつ。なんていうでかいブレスなんでございましょう。
スタミナがないんですね俺。だいぶ、さあどうくる、だいぶこれ回避いるか、いるよねそりゃ、よっぽどでかい。あでも水属性あられ消えるのめっちゃ早いですね。ウレスでしょ、これ決めるしかない、命がけ俺、そこに決める、かっこよく、よし来た来た来た。もうここはね丁寧にやって、あのブルーベリーを破壊する。そして引っ張り出したかったけどそれは無理でした。よしできた、もうもらったな、勝ちゲー、こうなったら勝ちゲー。そろそろ捕獲できるぞさっきのタイミングで瀕死だぞとか言ってた俺、マジ頭おかしいってね今は思っております。これって確か今火狩りでしたよね。だからここで強ためまで決めてしびれ仕掛けてみましょうか。あ左手壊れましたね。よし最後お前ら行け、頼みの綱だぜマジで。ここら辺でいいかな、仕掛ける位置。さあやれ、ドンとかかったかな、よーし、あーありがとう。最後鬼面族の茶情報で収まってません、カメラさんでっか本当に。そうこの絵が撮りたくて捕獲なんですけど、今回やばいですね、多分今体力ギリギリまで削ってましたよ。というわけで、規格外の奥地14分ですねすごかった、もう俺疲れた今回やばかった、こんなになるとは思わなかった。体験だから結構当ててこうひるんでの繰り返しみたいな感じになるといいなって思ってたんですけど、このねなかなかあの潜りが多くて、音爆はねあのこう鳴らした位置にこうビーンってこう出てくるんですけど、あれってあんま意味ないんですよね、怒ってるとすぐ潜っちゃうからまた。そうなんですね。というわけでリクエストいただいた規格外のとんでもないリクエストでした。ガード俺蹴り、今日ため行くぜ、間に合いませんでした。これ闘技場のどれぐらい埋め尽くしてんの、どうやって入れたんだろうここまで。突然変異ですね、突然うまく喋れてんだ俺、突然変異ですね。極彩色が、あれ極彩色じゃなかったっけ、光り輝くがあれや素材みたいですね。こいつの素材ないから欲しいです、ありがとう。というわけでなんだろう、太刀で、あの前回あのさっきも言いましたけど、太刀で前回来てたから今回は体験なんですけど、あのもう一つ武器の候補があって、ランスでもいけるかなと思ったんですけど、ランスだとね、武器のしまうのが遅い上に一撃がすごく少ないから、やっぱり体験で正解だったかもしれないですね。ナイス判断だったかもしれない。そこら辺あのコメントで弓を使ってくださいっていうのが来てたんですけど、俺弓使えないですよね、ごめんなさい、すみません。あの弓はトライGでも使ったことがあるんですけど、エフェクトがすごく寂しいので使ってないんですけど、使えないというよりあのサードの頃はあのすごくたくさん使ってて、800回ぐらい使ってて、よくジンヨーガとかイビルジョーとかディアブロスとか、弓で言ってることもあったんですけど、すいません、トライGの弓ってすごいエフェクト少ないですよね、あれがちょっと寂しくて使ってないですね。というわけで次回は黄金の月輪ですね、塔で塔でリオレイ役所ですね。ちょっともう疲れましたけど今回本当にはい、目的地は塔ということで、リオレイ役所氏は太刀で行きます、リクエスト受けてた。でリオレイ役所氏やったらリオレス役所氏ですね、そんな感じです。というわけでまた次回もね、見ていってくださればなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。